MTV をご覧の皆さん、こんにちは。バルスティックボーイズです。日高龍太です。加納修樹です。香里美空です。砂田正弘です。貝沼龍太です。奥田力也です。松井力也です。5月25日、僕たちのニューシングル、ラストランスにバイバイがリリースされました。ありがとうございます。今回の楽曲なんですけど、ミュージックビデオはどのような仕上がりになってますか？まあ、やっぱりこうダンスがね、はい、メインな、かなりメインなね、はい、あの MV になっていますし、僕たちもこの楽曲はこうしっかりと改めてバリスティックボーイズは歌って踊れるんだぞっていうものをこう見せたいというかね、うん、そういった内容で、MV にも臨ませてもらったので、はい、7人の一体感あるダンスに注目してもらえたらなと思います。はい、はい、MTV といえばミュージックテレビジョンということで、うん、僕たちのお気に入りのミュージックビデオをご紹介させていただきます。はい、いいねそれ腰痛いね。何か最近気に入ったミュージックビデオあるよっていうこと言います？差し方の癖、見てミキとかなんかある？あれ、あのバリスティックボーイズのアニマルっていう、うん、僕らのやつだ。僕らのやつだね。それ最後の僕らがなんだよな。とりあえずバリスティックボーイズですね。やっぱアニマル、はい、アニマルいいよね。なんでアニマル？おしゃれというか、まあ、雰囲気もそうですし、うん、真っ白で統一された衣装でがっちりみんなで踊ってるパフォーマンスのとこもそうですけど、うん、個人個人のシチュエーションもねすごく映えてるので僕は大好きです。なるほど、バリスティックボーイズアニマル。アニマル。じゃあ僕ら以外のね、まあ、アーティストさんだったり、うん、いろんな方いますけど、ミュージックビデオだと好きな、うん、ある方いますか？ミクマイバージョン振り方。僕は、うん、キングヌーさんの、うん、三本小説。うわー、かっこいいよね。あれすごい、なんていうんですか、うん、一人一人楽器を弾きながら、うん、真ん中でなんかね、コンテンポラリーダンス、うん、はいはい、金箔の雨が降ってくる、金箔ですよ、ね、曲が金箔素敵ですね。以上、バリスティックボーイズでした。